吉市に向かって走ってるんですが、結構まだありますね。あと100キロぐらいあるんだ。あ、100キロは切りましたかね。いや、100キロありますね、まだね。まだ100キロあるので、ただもうね、窓は開けなくてよくなりました。もう十分。もうね、秋の虫も鳴いてます。今、外気温もね、22度まで。今日昼間はね、31度まで行ってたんですけども、22度まで、外気温も落ち着きました。なので、すいません。横ね、JR が走ってるんですよ、左側。JR の赤信号と私の信号間違えちゃったねよいしょ、すごくペース落としちゃった。まあでもね、ほとんど止まることないですね。先ほどね、道の駅悠々なんとかでしたっけ、なんかそんな道の駅があったので寄ってみたんですけどもね。あとまあ今これ吉野川、左手に JR が走ってましたけど、今右手に吉野川が走ってますので、今江口駅っていうのが出てきましたね。駅も魅力あるなこれ時間あったら降りてみたいんだけどね、まあ、ないこともないんですけど、今もう20時15分ぐらいなので、もうでもそろそろちょっと落ち着きたいなとは思ってるんですよね。で、実際道の駅でちょっとね、私、バラ寿司だけ、食べてたんですが、車中泊の人いましたね。何でしょう、普通車のワゴンタイプ、まあ、レガシーとかな感じですね。私例え古かったらごめんなさいねレガシーってまだあんのかなああいうタイプに中でね、電気つけて、カーテンとかタオルで中間仕切りして見えないようにして電気つけてね、なんかされてましたね。いや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 、きっと私なんかより充実してるんでしょうけどね。まあ今日ね、今回の目的はまあまあその、ソフト屋さん、ソフトハウスの方行くの、私は果たして寝ることができるのか車でっていう、もうたえさえね、外で寝れない私なので大丈夫かなと思ってるんですけどね。え、今まで散々寝れませんでしたんで、キャンプでも自分のテントでも寝れなかったんでね、まあ、ホテルは寝れましたけどね。今月ホテルは一軒寝れましたけど、あでもやっぱりあれですね、今回強行軍ってわけではないんですが、あでも一人だからどうだろう、二人以上だったらね、もう15時16時ぐらいにはホテルじゃないわ、もう宿というかね、まあキャンプ場に着いて、でもうお酒ポチュって入れるっていうようないつものパターンなんで、まあ、今回はね、あそうそう、これね、セルフで136円めっちゃ安いんですけどね、多分これ、あでもこれ私ね、出雲大社行った時にね、あれ使ったんですけどね、確か島根にもあったと思います、あのピンク色のね、で、すごいとんがり帽子 の事務所なんですよ、屋根が。現金払ったら、お釣りが出てこないんですよね、プリペイドカードで出てくるんですよね、お釣りが。なので、チャージになっちゃうんで、もうね、担当っていうか、窓口の人を呼び出して、もう多分二度と来ないと思いますんで、お釣り返してくださいって言うんですけどね、2回ぐらいやりました。1回はさっきのピンクのところと、もう1個はなんか黄色かなんかのね、似たような携帯なんでしょうね、別の会社だと思うんですけど、そこでもプリペイドカードが出てくるし、安いんですけどね、びっくりするぐらい安いんですけど、プリペイドカードが出てくるんで、まあだからプリペイドカードが出てくるっていうのはね、現金を先にゲットできるのでね、まあいいっちゃいいんですけどね、ただね、倒産したら不当たり出るんでねそのプリペイドカード使えなくなっちゃうんでね、だからそこがちょっと怖いところではあるんですけどもね、先払いになっちゃうんで、ね、安いのはいいんですけどねっていうような感じなんですけどね。さあでもね、ちょっと私今眠くなってきましたね、お腹がちょっと落ち着いたからかなね。え、実はね、吉野だったかな、高速の吉野にキャンプ場があるんですよね。昔そこにバイクで泊まったことがあるんですが、バイクよね、バイクで、そうだね、バイクで泊まりましたね。バイクで泊まったってそこオートキャンプ場だったんで、
あの隣のサイトに、夜中11時ぐらいにね、何ライト版みたいなのでっかいの来てね、あれでしたよ。またそっからね、夜中来てね、食事とか作り出したんでね、あの車の中で。車の中でと言ってもね、背中開けてかな、後ろ開けてやってたのかな。むちゃくちゃ弱かましかったもんね。ただでさえ寝れないのに、さらに寝れないっていうか、まあね、どうせ彼らが来なくても私寝れなかったんだけどね。ただ吉野のキャンプ場も私の中では最悪の場所だってなっちゃってるんでね、やっぱりあのサイトが近いっていうのは困りますね。サイトが近いのはね、あとね、なんかね、今日買い物行った時も思うんですけど、私わざわざ誰もいないとこ行ってんのにね、いない、誰もいない駐車場に止めてんのにね、駐車場の中の誰もいないところに止めてんのに、わざわざ隣に止める人いるんですよね。おお、なんかこれ俗にトナラーって言われるらしいですね。おおってなっちゃうんでね、もうね、今日もそう他でもね、アーチのサービスエリアでもね、わざわざ離れてるところに止めたんですけども、横に車が来たし、降りたらあの外国の方でしたね。外国の方がゾロ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 降りてきてね、なぜか私の車の真ん前で話しだすのね。もう私とりあえずエンジンかけてどいてもらいましたけどね。エンジンかけてさすがにどいてくれたんでね、あれでしたけど、まあまあ、いろいろね、やっぱりその文化ってありますからね、これがいいこれが悪いっていう、ごめんなさいね、これも止まれませんよ今の聞いてもね、ありますので、なかなかね、誰がとどれが正しいって、ね、言うわけではないんですけどね、ちょっと誰もいないとこでやりたかったんで、ごちゃごちゃ作業やったりするんで、作業やりたかったなっていうの、なんか覗かれちゃ嫌だなっていう感じもあったんですけど、なかなかうまいこといきませんね。私一応防寒ね、あのフリース持ってきましたね。あとシュラフと、もうシュラフで寝るつもりですけど、フリースと一応それだけ用意して、あとカイロね。私はもうね、下着で寝れると思ってんですけど、下着上下でね寝れるとは踏んでんですけど、もう今十分ね、車締め切っててもね快適なんですよね。もうだんだん気温下がっていってんで、今一番すごく心地いいので、これ夜になったらもっぱと冷えるよね。あ、一応ね、長袖は持ってきてますけども、さあどこに泊まろうかな。逆にあんまりね、近くまで行かなくてもいいのかな。でもだから吉野のキャンプ場もね、今日なんか行ったら多分ガラガラかなと思うんで、ありかなとか思ってんですよね。でも吉野のキャンプ場ちょっと北に上がるのかな、吉野川の北側だったと思うんですけどね、間違えてたらごめんなさい、今うろ覚えで言ってるんでね、私は吉野川の今南側を走ってますのでね。あ、キャンプ場が出てきたね、いろいろ。美濃田の淵、あ、美濃田の淵キャンプ場で、そうだ、私その吉野に泊まるときに候補に挙げたキャンプ場だわ、確か。あ、そうだそうだ。あとなんかね、すんごくいいキャンプ場あるんですよ。まあ高そうなんですけどね。道の駅と一緒になってるキャンプ場がありましたね。ただそっからここじゃ遠いと思うんですけど、なかなかね、あと伊谷系の方にも一度ね泊まりましたんで、伊谷系のキャンプ場も良かったですね。伊谷系のキャンプ場はあれでしたね。なんです、バンガローでも安かったような気がしますね。ほんで私、日本カモシカかな、カモシカ見ましたよ。でちょうど入り口入るときにね、カモシカがいて、うわカモシカじゃないかあれっていうの、ああもうなっちゃった、ああごめんなさいと思っててね、あれなんですよ、早く手締まらないといけませんね。その時に管理人の方が、
るよとか言ったんで、ああ今見ましたよっていうのに話をして、まあそんなわけで終わっておきたいと思います。強引やなこれも。じゃあ終わっておきます。どうもありがとうございました。はい、皆さんこんばんは。いやもう遅くアーチでございます。いい道の駅がないですね。もうね今もう22時ですね。結構遅れてますね。当初の時だったら22時だったらついてないとおかしいんですけどね。目的地までまだついてません。もうあとでもあと30キロぐらいですか。30キロ40キロぐらいなんですけども、もうそこまで行っちゃうとね、もう都心部入っちゃうんで、さすがにそれはまずいなと思って、あとチャンス1回だけなんですよね。あと1個だけ、まあ、これもねもうほぼ都心部に近いところの道の駅になっちゃうんですけど、あただね写真で見たらね、あちょっと狭いなっていう感じで、実は大ボケのね道の駅の手前かな、モンベルとかローソンがあるところ、でかいところがあるんですけど、あそこが最適だったかな。ただかなり手前なんでね、目的地よりちょっとどうかなと思って行ったんですけどもね、なかなか難しいですね。もう下手すら私深夜帯に訪問するかもわかんないよこれ。まあその方が筋でいいんですけどね、いいんでしょうけど、ただあれですね、今回なんか本当町のね真ん中みたいな、あまあ在住ともそうか、まああそこは国道2号線沿いでしたけど、本当ね見た感じ本当町中いうような感じなので、さすがに町中でね車中泊は無理だなと思ってるんで、もう本当先ほどねキャンプ場、オートキャンプ場っていうのがあったんですけど、いやこれちょっとまずいなと思ってね、枝道入って6キロって言われたんですけどね、いやこれオートキャンプ場だったら下手すらお金取られるわと思ってね、結構オートキャンプ場って高いでしょ、なのでどうしようかなと。ちょっとね大杉でしたっけのキャンプ場はですね、あちょっとね道譲りますね。後ろからもうトラック来てますんでね、ぶっちゃけまして、あこれじゃない、えあこうか、ぶっちゃけましてもうトラックにも煽られる始末です私。まあトラックの人はね生活かかってんでね、もう煽りにも気合が入ってますけどね、もうですから道ガンガン取ってますね。もう60キロぐらいで走りゃいいんでしょうけど、まあここは制限速度を50キロなのかな、もう私60キロで走れないからだなってんで、もう制限速度ぐらいで走っちゃってんで、もうね60は無理だね今。もうとりあえずね結構いろいろ探しながら走ってるっていうのもあるのと、もう40キロだとかないもんと、もうほんとね制限速度ぐらいでしか走れないんで、いや探しながら走るとそうなっちゃいますよね。まあなんか今私はかなりギリギリな発言してるかもしれないですけどね、なのでもうすぐ後ろね、まあ今日は車少ないで全然いいんですけど、もうこっち22キロですよ、いいんですけど、あ、しまった、またタイマー入れるの忘れてた。あと何分ですかこれ、全然わかんないや、止まってる時見りゃよかったね。ちょっといっぺん止まってみましょうか。ねえお前のトラックねそんなスピード出てないような感じするんですよ。あのトラック、そのスピード出てないだろうと思われるトラックでさえ私煽られるんで、煽られるとか追いつかれちゃうんですよね。あーここいいなー。ダメダメ、ここでここなんもない、危険だ。4分ね、あと5分タイマーね、5分タイマー、はいよろしくです。もうねトラックバンバン来ちゃうので、あとじゃあねこの今福山通さん、このトラックにも追いつけないんですよ。いやもうねもうどうしよう、これついちゃうよ。
ね、明日はね、もう、まあ、ついちゃったらついちゃったでいいんですけどね、ちょっと夜中でね、ザインソードと一緒で夜中で申し訳ないんですけど、ついちゃったらついちゃってて、今度は私ね、ああもう行っちゃおっか、もし次の道の駅がダメだったら行っちゃいましょう、もう現地まで行っちゃいましょう。で、着いたら今度は帰りですね、帰りは今度は私ね、南方面にね、でちょっと剣山の方行きたいんですよね。実は私剣山行ったことないんですよ。ただ私も昔ね、オフロードバイク乗ってましたから、剣山スーパー林道というのがあってたねっていう話をね、聞いたことあって、もう林道とは名ばかりでっていうのを聞いたことあるんですよね。もうなんかいつも結構埋まるとかいう話もあったんですかね、もう明日放送されるとか、もう何、アメリカンのバイクとかでも走れる林道だからっていうのを聞いたような気がするんですけど、まあだからそれほどね、まあ枝道に行けばえげつなくいいと思うんですけど、まあスーパー林道っていうぐらいですから、結構長距離のね林道だと思うんですけども、私昔ね、道東スーパー林道っていうのを北海道で走ったことあるんですけど、あれが60キロだったかなぐらいあります。で一度ね、なんか注意書きされてたんですけど入っちゃってね、で何の注意書きだったんだろうって思ってたんですけど、もう最後の出口の手前でね崩落してましてねでちょうど中で工事してされてましたよ、修復工事ねあーだから注意書き出てたのかってね、で引っ返しました、ね、ちょうど本当ね、もう向こうに見えてましたもんね、道が、国道が出口のだけども崩落してたので行けないというね感じになってましたけどさ、勝負決めたいです。次台数少ないんですよね、結構小規模なところだったんで、あー何、走り屋さん出てんのここなんかそれっぽい人たち別で泊まってましたもんね、台風でね、よいしょ。ただね、なかなか道譲りたいんですけど、譲れるポイントがないんですよね。ほんでね、煽る人たちにもちょっとね言いたいんですけどね、あまりに煽りすぎるとね、私止まれないんですよ。本当は左のウインカーつけて止まりたいんですけど、それやっちゃうとおかまられそうなぐらい煽られるんで、本当ね、煽りたい人はね、人々煽っていただければと。もう分かんないわね煽る人からすれば分かんないわね。私は煽ったらダメなタイプなんで、そこそこほどほどな距離を置かれると私必ず道譲りますんで、まあ、必ずっていうか結構な確率で道譲りますんで、知らない道だからね。だけどケツ煽られちゃうと譲るタイミングがね、私もちょっとね押されちゃうんでね、焦っちゃうんでね、もう譲るタイミングを見逃しちゃうというかね、そんな感じになっちゃうんでね、まあ煽る側からしたらあんなこと知ったこっちゃないよっていうような感じなんでしょうけどね。あとは下手するとね、玉よけにしたいのかもしれないですけどもね、やっぱ先頭走るとね捕まっちゃう可能性高いので、この左側でもね、ただやっぱりちょっと私トイレしたいですよね、結構水飲んでるん であとね、バラ寿司は食べましたけど、夕飯のバラ寿司食べましたけど、おにぎりまだ3つ残ってるんですよね。半額だったからね買ったんですけどね、消費期限が今日までなんでね絶対食わないといけないというような感じですね。もう奥山さんも見えませんよ、あんなをゆっくりに感じた奥山さんがね、もう見えません。きっとこれ広角のね、動画で撮ってるんでスピード感あると思うんですけど、全然ですよこれ。後ろから車来なくて祈ってますもんね、来たらまた煽られちゃうっていう感じなので、ああ私もうちょっとね、今回は全く無計画です。今回は無計画なのでね、行き当たりばったりできちゃったんで、うわもう来ちゃったタイマーが、というわけで、まあご利用は計画的にですね、というわけで、おそらく次夜の動画が上がったら、あ、そうか、次動画が上がったら車中泊かもう現地ソートハウス跡地に行っていると思ってください。それではどうもありがとうございました。
皆さんこんばんは、ジュでございます。もうじき目的地まで、17分ということなので2パートに分けていこうかなと思います。さっきのさっきね、1個あるという道の駅にある言ってましたけど、もう結構都市の方に入っちゃってあるって言ってましたけど、ありました。ただね、めちゃくちゃ綺麗です。めちゃくちゃ綺麗でね、大型用の車庫が結構あったので、すごくいい感じだったんですけど、やっぱいい感じだとね、車庫がほぼほぼ埋まってました。やっぱいいんだね、いいのでね、ほぼほぼ埋まってんですよ。やっぱりね、隣で泊まられるのも嫌ですしね。でキャンピングカーもいましたし、あとやっぱエンジンね、空いてるのがもうトラックの近くだけしか空いてなかったんですけどね、もうトラック横でエンジンかかってんでね。あとね、やっぱりどうしてもですね、その止まってたトラックはね、冷凍車どっちか忘れましたけど、もうとにかくその冷やさないといけないんでね、なんて言うんだろう、室外機かな、ああいうのがガンガン回ってたのでね。ただトイレがめちゃくちゃ綺麗かったんでね、まあできて回らなしだったんでしょうね。名前ちょっと忘れましたけど、32号線の、高知、もう要はもう都心部に入るところの、道の駅ですね。で、まあちょっとね、友人に言ってたらね、友人が桂浜に無料のキャンプ場あったよって言ってくれてたので、ちょっと調べてみたら、そんな遠くないので、ちょっとそこ行ってみようかなと思っていますね。ですが、まあとりあえず、マイコンショップ マイコンショップ PSK さんでしたっけ、あ、マイコンショップコーチさんでしたっけ、まあ、PSK さんですね、向かいたいと思います。もうあれですね、やっぱもう計画はダメ。計画しないとダメね。もうちょっとね、桂浜とか、もし桂浜に泊まるんだったら桂浜でちょっと明日の作戦練ろう。23時前ですね。本当ね、驚いちゃった。もうね、友人もね、あれなんですよ、友人もなんか今日夜勤なので、多分今暇なんでしょうね、夜勤で仮眠取れる時間なのかな、なのでね、そういうメッセージを送ってくれたんですけどね。いやいや、助かりました。もう私ね、これがね、私はとりあえず高知市街からその PSK さん行ってからですね、東に行こうと思ってたんですよね、海沿いを。でね、高知市ね、やっぱカツオが有名でしょ。でカツオのね、コロッケがあるんですよ、前も言ったと思うんですけど、カツオのコロッケめちゃくちゃうまくてね、私の好きな味でね、これはいいやと思って、そこの道の駅行こうかなと思ってんですけども、それがね、西なのか東なのか分かんないですよね、高知市から。高知市って結構東側にあるでしょ、高知県の、ね、比較的近い場所にあるんで。だって室蘭70何キロって言ってたからね。あ、室蘭違うわ。70何キロで室蘭ってすごい、あら、北海道だ、室戸ね、室戸台風で私は名前を覚えたんですよ、室戸ね。そんな感じになってますので、あ、起動式あるんだ、ここ。あ、いいね、チンチン電車ありますね。あ、いや、長崎で乗ったんでね、なかなか良かったですけど、まあこの時間走ってるわけはないねという感じですね。さあ、信号結構引っかかるようになってきたんで、もうね、都心間違いなしですね。あとね、高知ガソリン高い。レギュラーが160何本なってました。すごいですね。コンビナートとかがないんだね。いや、輸送コストかかってると思った方がいいのかな。いや、もう私もね、一時本当眠かったんですけど、もう今はね、冴えてきましたよ。なので、もう本当残念ですけどね。皆さんにはね、お昼の明るいところでお見せしたかったんですけども、ザインソフトさんと同じような感じに夜になっちゃいました。申し訳ないですね、私の無計画だったばっかりにね。
まあ夜なのでね、サクサクって言ってパッて見てね、まあちょっとあんまり降りたりするとね、ご近所さんに迷惑かかると思うんで、多分ね、地図見る限りではね、ほんとなんかその、都心の一角の民家の一角みたいな感じに、私見受けたんですけどね。で、住所ね、住所教えていただいた住所はちょっと古い住所だったみたいで、私もね、ネットで調べたらもうその古い住所しかないですね。で、Google 先生で調べたら、Google 先生で調べたんじゃないな、Google 先生で調べたら、ここじゃないって言っていたところがあったのと、で、その、住所にね、すごい住所。およそ300メートル先、左方向です。はい。住所の一部に、一部というかね、住所に、勝負っていう言葉が入ってるんですよ。勝ち負けの勝負。すんごい地名だなと思ってね。もうそれがないみたいです。なので、ひょっとしたら間違えてるのかもしれないですけど、これ逆にね、PSK さんを知ってられてる方がおられれば、いや、ここじゃないよ、ここじゃなかったよ、とかね、いや、ここで合ってるよ、と。いやいや、ここで合ってたよ、っていう感じのコメントいただけたら嬉しいなと思います。やっぱりね、私高知市ではね、一度泊まったことがあるんで、やっぱ結構ね、都会ですよね。急に開けましたから、ね、もう本当ここら辺家賃とか言っていくらなんだろうね。いや、私ね、大阪大好きですけどね、大好きなんですけどね、どうなんでしょう。行くときぽっくり行くときには大阪じゃなくてもいいかなっていう。大阪好きですけどね、好きなんですけどね、結構そのなんです、私仕事柄ね、必ず大阪にいないといけないっていうことにはとこじゃないんでね、今もうね、光なんかどこでも戦ってるんで、それだったらちょっとどっかに引っ越すというかね、どっかで暮らしてもいいのかなと、なんかねまず稼がなきゃなんでね。ただね、もしね、ちょっとね、妄想してるんですけどね、もしなんか一発当たっちゃったらどうしようと思ってね。でも私は多分ね、今の生活続けそうな気はしますね。車もこの車めちゃくちゃ気に入ってんでね、まあ調子が乗ってると腰痛くなりますけど、いや、それでもね、昔のね、私前に言いましたけど、アクティに比べればもう全然シートもしっかりしてますし、よくできてんなって思いますね。ああ、そうだ、この前はね、ジムに乗ってましたから、ジムニーに比べてもね、しっかりしてるなと思いますよ。僕はね、本当気に入ってますね。ずっと乗っていたいなと思いますもんね。本当ね、愛情を持って洗車してる車ですね。まあ、洗車めったにしませんけどあ、でもね、洗車をね、よく結構しようと今思って、だんだんスパン、今もう洗車2回しました。その1回目の洗車するのにね、買ってから2年半ぐらいかかりましたけどねまあ買ってからで、これでも私の車じゃないからね、かみさんの車だからね。ね、もうあれですけどね、もう元々私はね、車いらないやって言ってたんですけど、マニュアル車が意外に楽しかったのでね、こんなに楽しいものかって。これだから、なんで何回か言ってますけど、オートマだったらこんなことしてないね、きっと。車中泊なんか行ってないと思いますよ。これマニュアルだからね、やっぱ運転してる気になれるんでね。まあそんな神さんは私をバイクにね、引き戻そうとしてるみたいですけどね、引き戻したいみたいですけどね。もう私はバイク降りちゃったのでね、もうね、この年になったらね、あ、でもみんなこの年で復活してる人多いのか、今はね。なんかそんなこと聞きましたね。さらにコロナが追い打ちをかけて、ね、海外に行くぐらいの裕福な人は、車とかバイクとかに来ちゃってるっていうのも聞きましたけどね。あ、でもあれですね。トヨタなんかね、工場何個閉鎖する言ってたんでしたっけ ?10 何個閉鎖する言ってましたよね。売れてんのか売れてないかわかりませんね。まあそんな感じですかね。まだ時間大丈夫？タイマー止まってない？あ、もうでももうダメですね。もうなりますね。というわけで、じゃあもうワンパート分けていきますか。あと10分ぐらい、あと9分で作って言われてますんでね。あれ、アラームなんないよ。なんで？あれ、な
手にアラーム切れてな。タイマーを勝手に切れてな。じゃあね、この辺でおっておきたいと思います。どうもありがとうございました。